はい、ゲームコレクターの佐々木さんです。チャンネル登録よろしくお願いします。今週のね、このチャンネルの振り返りをちょっとやっていこうかと思いますが、今は、まあ、日にち的にはね、12日なんですが、まだ、8時とはだいぶ、手前の時間帯というか、まだ寝てない時間帯なんですけども、実はね、今日、予定ではね、ワクチン接種を終えてるはずなんですよ。この動画の初配信時間にはね。なので、ちょっと、お注射の後に、こう、具合がね、どうなってるかわかんないので、とりあえずこの時間に撮っとこうという感じでね、そういう感じです。はい。で、そうだな。最近ね、YouTube 見てると、PayPay フリマのね、CM がすごい流れてくるんだけど、あれちょっと、騙しがひどいよね。送料無料って言ってるけど、あれ、なんか、結局のところ、他のね、フリマ系のアプリとかで、の場合だと、送料を、どっちかが払うんだけども、まあ、どっちかなんですよね。選べるんですよね。だから、出品する方が選べるんですけども、PayPay フリマは単純に出品者が、払ってるんですよ。だから、別にあのサービスが払ってるわけでもないのに、なんか自分たちの手柄のようにやってて、なんかあれ、ザキヤマさん、大変申し訳ないんだけど、ザキヤマさんが CM に出てくるたびに、ちょっと、ムカッとしています。はい。ということでね、まあ、どうでもいいんだけど、はい、今週はね、9月6日からですね、はい。で、9月6日の、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートは、ナノアサルトでしたね。ナノアサルトっていうのは多分、現状、Nintendo 3DS の中では、まあ、通常版に関しても、廉価版に関しても、多分一番高い、一番じゃないか、廉価版は一番高いかもしれないね。通常版はちょっとその上がいるような気がするけど、ただ、やっぱりこう、ね、サイバーフロントさんのタイトルということもあって、多分出荷数少ないんじゃないかなってところで、結構こう、レアアイテム化されてるので、気になる人はね、早めにチェックしておいた方がいいかと思います。で、一方でね、ニュースの方は、メガドラタワーのね、なんかおもちゃですよね。正直、まあ、おもちゃのあれで新製品が出ましたって、あれにまだ未だにね、1年間経って食いついてる人がどのぐらいいるかわかんないんですけど、まあ、とりあえずニュースに、ね、まあ、とりあえず乗っかってみましたって感じの動画です。はい。まあ、本当にメガドラタワー自分で作ってもいいんだけど、まあ、あるから、ね、作れるんだけど、まあ、正直、めんどくさいし、もう、多分他の人いっぱいやってるでしょっていう感じですね。はい。まあ、あれはリアルにやってたから面白いだけで、今からそれを積み上げてもどうしようもないよね。はい。で、次、9月7日ですが、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートでは、ファイアーエンブレム覚醒を扱っています。こちらはね、当時、プレイ結構中途半端だったと思うんですけど、今回は頭からとりあえずプレイ動画作ってたかな、確か。はい。で、イコはイコということでね、まあ、イコのね、20周年ということで、なんかTwitter とかでこう、いろいろ過去の資料とかがアップされていくような、ニュースがあったんですが、まあ、それに対してね、ちょっと、以降発売年の一作目というか PS2 版と、まあ、PS3 版のちょっと比較動画をね、入れてますので、ね、見ていただければと思います。で、Nintendo 3DS パッケージ、9月8日ね、の Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートは、シフティングワールド白と黒の迷宮ですね。こちらに関しては、インディーズなのかな、インディータイトルなのかなってまあ感じはするんだけど、まあ、ちょっと毛色が違うというかね、以前紹介したセガさんのね、2D、3D に入れ替わるの、あれと、まあ概念的には近いんだけど、これは白と黒でまあ反転するって、まあそういうようなね、ゲームで、まあ、いずれにしてもちょっとこう、パズル系のアクションゲームっていうのは結構人によって向き不向きあるんでね、癖はあるんですけど、ただこれも、まあ、ある意味知名度的にはちょっとマイナー路線かなっていう感じですね。で、一方、Nintendo DS パッケージゲームアンコンプリートの方は、スパイダーマン2ということでね、やっとこう2005年のね、タイトルになったというところです。で、次が、9月9日、Nintendo 3DS パッケージゲーム、コンプリートの方は、新三国無双 VS ということで、まあ、三国無双、とか、戦国無双に関しては 3DS ではクロニクルってことでね、割とこう、パッケージのナンバリングで出てるタイトルの、こう、まあ、ノリをまんま
携帯ゲーム機で、てか 3DS で実現してる感があったんですけど、一方この新三国無双 VS に関しては、どっちかっていうとそのなんか通信対戦もね、あの売りにしたような、まあ、対戦 VS って、まあ、タイトルにもついてるんですけど、VS ってついてるんですけど、まあ、対戦をメインにしたね、ゲームだったんでね、まあそういう、まあ、需要があるかと思ったら、実は続編が出なかったってことはなかったのかなと、まあそういうタイトルですね。で、一方、ファミリーコンピュータカタログ本比較の方は、麻雀。こう、発売中にやってるんで、どうしてもこういうタイトルになってくるんですね。まあ、麻雀は麻雀でね。まあ、まあ、麻雀はそこまで変なことはなかったかな。前回の囲碁に、五目並べに比べると、まあ、そんなに、あれなんで、問題はなかったと思うけど、まあ、一応比較しています。はい。で、9月10日。任天堂 3DS パッケージゲームコンプリートの方は、豆ごま、良い子、丸い子、元気な子ということでね、日本コロムビアさんのね、タイトル、女児系のタイトルが多いんですけど、最初の頃は豆ごま、まあ、他にもいろいろあったんですけど、まあ、徐々にね、いろんなじゃないな、すみっこ暮らしがね、割とこうメジャーになっていくところはあるんですけどね、まあ、初期の頃は豆ごまもちょっと扱ってた。まあ、これ DS からの流れですよね。まあ、TDA 系コア、クリエイティブコアだっけ。で、そこから日本コロンビアって、そういう、多分そういう流れですよね。豆ごまのタイトルは DS でいくつか出てるんですけど、まあ 3DS も出ましたよって感じです。はい。で、その一方で、販売本数の方ですね。まあ、土定番ってことで、今週は、あれね。新作はちょっと弱かったんで、また定番がこう、上位に戻ってるんで、まあでもそろそろ新しいグラフ作りたいんだけどな、ちょっと過去のデータをいろいろ見る時間がなかなか取れないんで、まあはい、次回に交互したい。はい、次回もちょっと寂しいかな。で、任天堂 3DS パッケージコンプ、あ違う、9月11日ですね、任天堂コン、3DS パッケージコンプリートの方は、まあ、番外編ということでダンジョン RPG ピクダン2の挑戦をしています。まあ今回はね、まあ割と順調かな。ただね、いつも毎回動画の中で言ってるんですけど、毎回ね、コメント欄とかに、ね、いろいろ書いてくれれば、それに質問回答するよって言ってるけど、なかなかね、コメントいただくこともないので、まぁ、ちょっとこれはもう少しチャンネル登録者数が増えて、コメントが出てきた時に、まぁ、いろいろとこう、もう少しいろいろ活かせるかなというコンテンツなんで、末長く、まぁ、クリアするまでは、まだ24、フロアかな、まあしばらくあるんでね、いろいろ見ていただければと思います。で、その一方で、ニュースの方は、911という、まあ、9月11日なのでね、2001年の9月11日にアメリカの方で起きたテロのね、関係のやつの話からちょっと、まあ、20年前のニュースを引っ張り出してきて、ちょっとお話をしています。はい。まあなかなかね、こういうゲームのが影響を受けるっていうのも、まあいろんなパターンがあるんですけど、ちょっと今回は、まあ、発売、内容が変わってしまったものって感じの扱いのものですね。もう一作紹介しています。で、本日2021年9月12日は今週発売されるパッケージゲームをね、サイトでチェックということで、まあ、そうですね、今週は数が多かったんで、ちょっと動画の方は、まあ、結構、今までね、土曜日にまとめて作って、日曜日に編集間に合わねえってやつなんですけど、今週はね、ちょっと、今週からっていうか、まあ、一週間かけてね、少しずつ時間のある時に動画撮っていこうと体制にしたおかげでね、早めに全部アップできました。まあ、先週はね、動画はできてるというか、この収録は終わってんだけども、吐き出す時間が間に合わなくて、もうなんか、8時、20時のね、この配信が間に合わなかったっていうところがあったんで、まあ、ちょっと反省踏まえてね、いろいろやってます。まあ、発売前にね、サイトにいろいろニュースが情報が出てくるパターンはあるんですけども、まあそこまで厳密じゃないんでね。ただこれ大事なことは、ちょっとね、ゲームコレクターっていうと、中古の方に目が行っちゃってる人が多いんだけど、新品を買ってこそ業界が発展するってことも考えて、ちゃんと新品をね、まずチェックして、まあ、当然新品を買えばね、まあ、発売日に僕なかなか買えることはないんだけど、発売日に新品買ったらね、一番こう、中身も確実なんですよ。そんな中古買ってね、
中古化ってなんか未開封が出てきたから開けられないなんてじゃなくて、開けるのが普通なんで、ね、ぜひ皆さんもね、できるだけね、いいと思ったタイトル、気になったタイトルは新品を購入してパッケージをこう開けるところからね、ゲームを楽しんでいただければと思います。ということでね、今週もさらっと振り返ってみたんですが、まあ、明日以降もね、また頑張っていきますので、チャンネル登録とね、グッドの評価よろしくお願いします。以上、さきかんでした。